まあ、前社長もとにかく構造物というところをずっと力入れてやってきてます。橋梁を柱として、まあ、いわゆる普通の新設の設計、拡幅とか補強とか、まあ、補修とか、あと、まあ、当然あの維持管理の点検とかですね。最近で言いますと、あの長寿命化修繕計画とかもこの辺でさせていただいている話になっています。あの当社非常に自社の強みとしているのがこの災害復旧になってまして、年に1件から2件は必ず何かやってますっていうことをもうずっと続けてきて、何十年と続けてきてます。で、まあ、そのあたりで災害に関する、まあ、知見、ね、まあ、あの培ってきているところがあります、まあ、その橋梁関係、構造物関係とその災害復旧というところについては、うちはあの頑張って力を入れてやってるというふうなところ。創業で45年目かなと思うんでして、橋梁関係の下請けというところでスタートしてきております。で、途中からですね、元請けの方に変わってきています。で、そこで、元請けになってくると橋だけっていうわけにはやっぱりいかないもんですから、そこに、今度は道路とか川とかそういったものを当て込んで、仕事の幅を広げてきたというような流れになっています。建設コンサルタントって CM いっぱいやってるじゃないですか、はい、なんかゼネコンって結構世に知られてるなと。もともとゼネコン出身でもありますし、はい、でも建設コンサルタントって恥ずかしながら自分の親が建設コンサルタントなのに、建設コンサルタントっていう正式名称を私知らなかったんですよ。知らずにここに入ってきて、あ、建設コンサルタントって言うんだというのを初めて知った次第で娘、息子にですね、お父さん何やってるのって聞かれても、なんかドーンってこう建物作りましたとか橋作りましたって言えればいいんですけど、僕らは絵を描くとか計算する、そういう計画するっていうところまでが僕らの仕事なので、もっとなんか分かりやすい何か、こんなことやってんだよね、こんな関わり方してんだよねっていうのを何か伝えていけたらいいなというので、建設コンサルタントに入る入り口を一段下げてみようと、次の世代を、まあ、もしかしたら引き継いでくれるかもしれない子たちに分かりやすく説明したり、今の会社の同僚が自分の家族にこんなのやってんだよねっていう材料にはなるかなということで、僕らの業界どうしても人材不足の中で少し露出度を上げていくというかですね、で子どもたちの目に触れるような形に持っていって、やっぱり小学校中学校の子たちにどうやって露出するかっていうのを考えなきゃいけないのかな。親父、まあ、会長がですね、町おこしイベントっていう九州プロレスっていうプロレス団体があって、スポンサーをさせていただいてまして、九州プロレス自体もこの地元を九州を元気にするっていうところから動いてて、でうちの会社としては久留米を元気にしたいというところがあって、そこがマッチしたんでスポンサーとして頑張ろうということで出たりします。私が主にですね、入社1年目か2年目ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、ため池の履き口のところにちょっと変わった橋梁を作らんといかんというのがあって、これは動的解析がいるな、一生懸命勉強しまして、あのお客さんに動的解析ってこういうことですよっていうのをなんか説明したんですよね。そういったところで非常に喜んでいただいて、いい感じで仕事も終わったので、まあ、よかったなという思い出のある案件になってます。河川の基本計画みたいなところをいただいてまして、でこれはとある市っていうところが ポイントになってまして、非常に小規模というところで小学校中学校が川の近く、そしてかつ避難場所に指定されているコミュニティセンターに行く道がつかるというような話がありまして、我々基本計画の中でこういろんな案をお出しして、でどれがいいかというのを経済学として決めていったんですけれども、結果としてまあ川幅広げるのがどうも一番効きそうだという話になりまして、回収しようとするとやっぱりすごいお金がかかる、本当にこれで大丈夫かねって心配じゃないですかっていうところがあって、やれることといえば、まあ、浸水氾濫解析ちょっとしてみますという話で、ということでちょっとチャレンジしたっていうのがこちらになって、基本的には会長が今まで示してくれた通り、構造の方をとにかく強くやっていくんだと、自分たちでとにかくやっていって自分たちの言葉で喋れるようにしていこうっていうのがうちがやってるところ、ここはしっかり今後も続けていきたいなというふうに考えています。それを加速するためのツールとしては AI の話とか情報システムとか、そういったところをうまく活用していく、心強いパートナーをどんどん活用していくということかなというふうに思っていますので、それを一生懸命引き続きやっていくっていうのが私のやるべきことかなというふうに考えているという、先ほどのこれを解析するにあたった経緯も守るべきものがあるっていうので、ここっていつ氾濫するのっていうのがやっぱ
分かるんで、雨が降り始めて何分後にこうなってますよとか、何時間後にこうなってますよ、だからいつまでに避難が完了するように前倒しで警報発令してくれとかっていうのが、本来僕らのコンサルのあるべき姿かなと思ってますので、そういったところまでできるようにやりたいなっていうのはすごくありますね。